エンドゲームスタディあるいは単に、スタディとは一種の問題として提示される作り物の、地図の局面で、一方が他方のいかなる指し手に対してもかつ手順を回答として求めるものを言う。なお、エンドゲームスタディは、エチュードと呼ばれることもある。エンドゲームスタディは、作られた局面であり時手に具体的な課題を与えるという点では、例えば、 あらゆる防御に対して苦労にてデメートせよという回答条件を示すチェスプロブレムとも似ている。しかし、プロブレムが極めて人工的に見える局面であることが多いのに対して、スタディは実戦対局で出現しそうな局面を示すことが多い。スタディにも優れたスタディの条件があり、プロブレムと同じように回が唯一でなくてはならない。白が勝ち、または引き分けを実現する上で、 正解手順における白の手は、どの分岐点でも唯一でなければならないと主張するものもいるが、些細な非限定手順を不問にするものもいる。スタディの分類には、様々な方法が試みられてきた。一般的に用いられている分類コードとして、GBR コードがある。スタディは、現代のルールのチェスよりも昔から存在していた。 シャトランジのスタディは旧世紀の主公本に見られるし、ルイス・ラミレス・ルセナや、ペドロ・ダミアーノなどによる現代チェスの初期の項にも、スタディが含まれている。しかしこれらのスタディには、局面を実践に近づけるために、実際の回答には、無関係な飾り駒を含むものが多い。これらの局面は、様々な名前で呼ばれていた。例えばダミアーノは、サブテルティスと呼んでいた。これを初めて、 スタディの名で呼んだのは、ヨセフ・クリングとベルンハルト・ホルビッツが1851年に出版したチェス・スタディーズと思われる。同書は、現代のエンドゲームスタディの講師とみなされることがある。スタディという形式は19世紀後半に芸術へと昇華していったと考えられており、この点では、特に、エー・トロイツキー、アンディ・リンクといった作曲家が重要である。トロイツキー、 リンク、ゲンリフ・カスパリアンなどほとんどの作曲家は、スタディの作品でのみ有名であり、実践のプレイヤーとしては、あまり有名でない。しかしエマヌエール、ラスカー、リカルドレチ、ヤンティマンのように、実践と作曲の両方で有名なものもいる。リチャード・レティオ・ストラウアー・モーゲンゼ・チューング、ディセンバー・ホース1921・シロ引き分け右にある図は、リカルドレチによるスタディであり、 極めて有名なスタディの一つである。白先引き分け。一見したところ、不可能のように見える。白のキングで黒のポーンを単に折っても取れないし、白のポーンを昇格させようとしてもすぐ取られて、しまうからである。しかし、キングが二つの方向に動く、可能性をうまく利用することで、白は引き分けに持ち込める。 回答は1、kg7、H42、KF6、KB63、K5、である。ここで3、KXC6 とすると4、KF4 で黒のポーンは取られることが確定し、引き分け。また3、H34、KD6 なら白のポーンが昇格できる。ありがとうございます。